たち宇宙が消えるのを見るのは2回目だろう。ああ、そうだったな。善ちゃんが消すって決めたら消えるしかないのさ。だから俺は戦い抜いて最後まで勝ち残る。最後まで勝ち残り、スーパードラゴンボールを手に入れるのはこのベジータ様だ。ああ、大気宇宙担当だった私が一抜けですか。ま、順当なんですけどね。大気宇宙の消滅、必要な犠牲だったのだ。本来問答無用で禅王様に消されるはずだった宇宙が、孫悟空のおかげで生き残りのチャンスを得た。しかし負けたからには全ての宇宙のレベルを保つために消えてもらう。それがこの力の大会の目的なのだから。海王神老様の気も、破壊神シドラ様の気も一切感じなくなりました。当然です。消えるとは無になるということですからね。しかし躊躇なくお消しになるとはの。半端ねえ。禅王様、マジモンの神だぜ。あ、さようなら、シャンパ様。あなたとのお別れは辛うございます。ただす！てめえ！自分は消えないからっていいご身分でね！チクシャメ！消えないように戦士の皆様には頑張っていただかないといけませんね。